乃木坂46の4期生、早川聖希が16日、グループを卒業し、芸能界を引退することを発表した。本人のブログで発表した。活動は8月末頃までを予定しており、7月1日からスタートする、乃木坂46真夏の全国ツアー2023には7月13日に大阪城ホールで行われる大阪公演が最後の参加となる。早川は2018年に開催された、坂道合同新規メンバー募集オーディションに合格し、乃木坂46の4期生として加入。昨年2022年には体調不良のため、一時期芸能活動を休止したこともあった。ブログで加入当時からのことを振り返った早川は、私、早川聖希は乃木坂46を卒業し、芸能界を引退します、と発表。心残りがないと言えば嘘になります、と綴り、大好きな仲間、可愛い後輩たち、そして愛おしく、大切で、かけがえのない私の大好きなファンの皆さん。心残りがないわけがありません、と胸中を語った。活動は8月末頃までを予定しています。そして、全国ツアーの参加は7月13日の地元である大阪公演で最後にさせていただきます。と伝えた。ただ、大阪で最後になってしまいますが、現在とあるお仕事をさせていただいています。8月末頃に皆さんにお届けできると思いますので、楽しみに待ってていただけると嬉しいです。とも報告した。最後に、残りわずかになりますが、皆さんとたくさんの思い出を作れたらと思いますので、何卒よろしくお願いいたします、と綴り、乃木坂46早川聖希の物語を一緒に書き上げてくださった皆様、本当にありがとうございました、と感謝を伝え、締めくくった。